キリストの埋葬は、キリストの埋葬を主題とした未完成の遺体であり、現在、イタリアのルネサンス期の巨匠、ミケランジェロ・ブオナローティにおおむね寄属されている。1500年、または1501年頃に制作された。ロンドンのナショナルギャラリーは、本作を1868年に、ローマ在住のスコットランドの写真家、ロバート・マクファーソンから購入した。 様々な相反する文書によれば、マクファーソンは、ナショナルギャラリーへ売却する、約20年前に、ローマで本作を取得した。この作品は、マンチェスターの聖母、聖家族、そしておそらく、聖アントニウスの苦悶と並んで、ミケランジェロに帰属される数少ない絵画のうちの一点である。画面中央には、右上にある岩の空白部分に描かれるはずであった。 墓への階段状を運ばれている、死んだ、キリストの裸体が描かれている。ミケランジェロの他の人物に見られる典型的な、良性具有的描写により、人物たちを、はっきりと識別することは困難である。イエスの背後にいるあのげを生やした年配の男性は、おそらく、キリストの墓として、自分自身の墓を提供した、有タヤのヨセフ。 またはキリストを埋葬する準備の手伝いをしたニコデモである。赤代々色の蝶衣を着た左側の長髪の人物はおそらく福音記者ヨハネである。足元にひざまずいている女性は三人のマリアのうちの一人おそらくマグダラのマリアである。ルーブル美術館に所蔵されているひざまずいている女性の準備素描ではマグダラのマリアはうばらの冠と三本の釘を持ち 裸体で描かれている。ルーブル美術館は、また、立っている、裸体男性の素描を所有しているが、それは、聖ヨハネの終作であるのかもしれない。右側の二人の人物が誰であるかは明らかになっていない。イエスの右側に立って、聖ヨハネと共に、イエスを支えている人物は、ニコデモであるのかもしれず、もう一人のマリア、おそらく、マリア・クレオパなのかもしれない。 右端の人物はマリア・サロメなのかもしれない。右下の大きな未完成部分はひざまずく聖母、マリアの姿のためのスペースとして用意されていた。何人かの人物が浮かんでいるように描かれているのは絵画が下から見られることを意図しているということによってある程度説明できるのかもしれない。それでも右側でキリストを支えている人物の立ち位置の明らかな不合理性には 依然として問題が残る。描かれていない聖母のマントなど未完成の部分が多いのは粉末のラピスラズリから作られる高価な顔料、ウルトラマリンブルーを大量に必要としていたからであろう。ウルトラマリンブルーの不足が絵画の完成を遅らせていた可能性があり未完成となった原因であるのかもしれない。しかし、それが事実だとしてもミケランジェロが ウルトラマリンブルーを必要としない絵画の他の多くの部分をなぜ完成するに至らなかったのかということの説明にはならない構図は革新的なものである典型的な埋葬を主題とした絵画では画面と水平にキリストの体が描かれるからであるとはいえ画面と垂直にキリストの体が描かれるミケランジェロ以前の作例が本作に影響を与えた可能性もある そうした作例の中には、1438年から1440年の間に制作されたフランジェリコのサンマルコ祭壇画のプレデッラであるキリストの埋葬およびドメニコギルランダヨの墓の前の死せるキリストがある。キリストの直立した姿勢は、差し迫った復活と生体の祝典において生体のパンを持ち上げることを暗示しているのかもしれない。 作品が未完成の状態であることにより、ミケランジェロの絵画技法が明らかになっている。例えば、ラファエロやレオナルドのように、作品全体の死体を描いてから細部を追加するのではなく、フレスコ画やテンペラ画の方法で作品を部分ごとに順番に仕上げていくのである。また、ミケランジェロが削り取った絵の具の部分、例えば岩の部分も明らかになっている。作品は、 1650年代までには、ファルネーゼ家のコレクションに含まれていたが、ローマの他のいくつかのコレクションに所有された後、ロバート・ターンブル・マクファーソンにより購入された。1864年には、ドイツの画家ペーター・フォン・コルネリウスとフリードリッヒ・オーバーベックにより、ミケランジェロに帰属された。当初、ミケランジェロへの帰属は否定され、いわゆる、マンチェスターの聖母の画家に帰属されたが、 マンチェスターの聖母時代、後にミケランジェロに帰属された経緯がある。作品の制作年は一般的にミケランジェロの初期の時代に位置づけられているが、いくらか論争の的となっている。作品がミケランジェロの弟子の一人によってミケランジェロの素描から制作されたという専門家もいる。一方、ミケランジェロ作品の直接の模写であった可能性もあると信じている。 専門家もいる。1981年に発見された文書によると、ミケランジェロは1500年に、ローマのサンタゴスティーの教会の葬式礼拝同様に、遺体を描くように依頼されたものの、最終的に受け取った金額を返却した。本作は、1501年に、ミケランジェロがフィレンツェに戻った時に未完成のままだった、埋葬であった可能性がある。主題はピエタに捧げられた。 礼拝堂にふさわしく、絵画の配置される位置では、絵画の場面のように左方向から光に照らされる。ナショナルギャラリーの図録にある作品解説によると、ミケランジェロは、ダビデ像となる大理石の大きな塊を確保するために、フィレンツェを出発し、1501年にダビデ像を引き受けたため、本作は未完成になった。ABCDEF The i n c o m e F, ディスクリプション、ザ・ナ the, national gallery, 2021年3月13日閲覧。ハーストダンカーテン 1994, p67, ハーストダンカーテン 1994, p69, ハーストダンカーテン 1994, ピアニッシモ70、123, マクワット、ミケランジェロ、s, ディスピューテッドインタムメント。 Journal of Art in Society 2021年4月2日閲覧ハーストダンカーテン 1994p60 ありがとうございます